第2代民党伯爵、ギルバート・エリオット・マーリー・イ・コール・キニン・マウンドは、イギリスの政治家、外交官。バスー賞内とグランド・クロス君爵士、数密顧問官。父親が民党伯爵に調された1813年から、自身が就職する1814年までは、メルガンド死爵区の儀礼称号で称されていた。あとに、 初代民党伯爵となるサー・ギルバート・エリオット、シャ爵の長男として生まれる。母親のアンナ・マリア・アミアンドは、イギリス東インド会社の取締役や、バーン・スタプル選出庶民議員を務めた、サー・ジョージ・アミアンドシャ爵の娘、イートン・カレッジを経て、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジ卒業。1806年から1807年まで、デボン州のアシュバートン選挙区選出の、 1812年から1814年まで、ロックスバラシャー州選挙区選出のホイグ党所属庶民委員議員。1814年に、父の死去により、民党伯爵を相続し、貴族委員議員となる。1832年より1834年まで、ブロイセン中殺イギリス特命全兼講師。1835年、第二代メルバーン死者。 ウィリアム・ラムの第二次内閣において、第二代オークランド男爵ジョージ・イーデンの公認の海軍卿となり入閣。続く第三次メルバーン内閣でも引き続き海軍卿となり、1841年まで務めた。1846年から1852年まで、ジョン・ラッセル卿の第一次内閣では、王子少所として入閣した。彼の保育党内の影響力は、 ラッセルの義父であることも関係していた。1832年に数密顧問館に列せられ、1834年にバスクン賞内とグランドクロスを授けられた。1859年7月31日に死去。長男のウィリアムが民党伯爵を相続した。旅行期作家パトリック・ブライドンの娘のメアリー・ブライドンと1806年に結婚、いつおご情を設けた。 次男のサー・ヘンリー・エリオットは外交官となり、1876年から翌1877年にかけてイスタンブールで開催されたコンスタンティノープル会議に、第三代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシルと共にイギリス代表として出席した。三男のサー・チャールズ・エリオットは海軍に入り、最終的に海軍元帥に任じられた。四女のレディ・フランシス・エリオットは、 初代ラッセル伯爵、ジョン・ラッセルと結婚した。他国の海軍大臣に相当する役職、海軍本部ファーストロードを参照。ありがとうございます。